お、火炎放射器ある。買えるだけ買いました。では燃やしていきたいと思います。よーっ、開いてる、うめえな。硫黄も結構焼いてあるし、常勤もだいぶありますね。結構静けさあるんですけど、パワープラント、なんだあれ、人が寝てんのか。あ、違う、草だった。これは草。ここ見ていくか。湧いてますね、武器ボックス。ということで、パワープラント、モニュメントパズルやっていきましょう。点火。他の箱は見なくていいかな。まあ、一応湧いてるか確認するか。湧いてない。今バッテリー系が欲しいんですよね。中型充電式バッテリーでもいいし、まあ、大型がいいんだけど。上も湧いてる。わら箱ばっかか。パワープラントのこのパイプんとこあんまり取られてないんだよ。え？何か落ちてる。ベッドスーツか。点火して、起動。あんま施設回りたくないんだけどな。まあ、常勤、電気アイテム系欲しかったら回った方がいいっていう。湧いてますね。武器ボックス。点火して、上がっていきましょう。結構武器ボックス湧いてるな。また武器ボックス。カメラやっと出た。これでタレットが作れる。入っていって、また武器ボックス。火炎放射。赤のキーカード取って。分解終わりました。あんま常勤伸びなかったな。わら箱。めっちゃ崩れたやん。見に行くか。後で見に行った方がいい気もするんだけど。入ってる。この辺は入ってんの？お、中が。ああ、でも、取られてんのか。レベル3ベンチ。めっちゃ人寝てるやん。タンス入ってる、激うま。なんやこれ。うますぎやろ。何を持って帰ろう。寝袋置いて急いで取りに来るか。お、バッテリー。やめてくれ、もう崩れないでくれ。やばい、風化がうますぎ。寝袋置いて。とりあえず常勤がめっちゃうめ。スクラップもめっちゃあるし。で、あとバッテリー。そろそろ風化拠点がいっぱい出始める時期か。よし、無事帰宅。あちち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 ち。だいぶ剥げ落ちたな。どういう感じで風化したんだろう。取られてるところもあれば取られてないところもある。
誰か来た。バレたー。武器がない。うまっ。中型充電式バッテリーを設置。この拠点すげえロケット打ちたいな。キーロックか。扉1、2枚かな。この拠点、火炎放射で燃やしに来てもいいかも。え、風化してる？金属の土台が溶けそうっすね。この辺とかマジ誰が来てんのっていうぐらい。なんもねえな。ここの洞窟もな、取られてなかったら、すげえ自分のものにしたかったな。よし。なんだかんだで結構集まりましたね。この白石の3000を木材に借りてこようかな。やっぱジャックハンマー最高だわ。しかも、拠点抜きでジャックハンマー手に入ったんで、まあ、一本ロストしてもいいかなっていう軽い気持ちで使える。え、こんなところに異様5つ湧いてたの？全部叩いていくか。最終的に、すげえ集まりました。扉開いてる？マメカングレネード久しぶりに見たの。ちょっと人借りたいんだけど人がいない。足音する。これ上がってくるか。出てった。めっちゃ派手な水着のやつ。ありがとう。俺がいることに気づいたのかな。え、喋ってた。ロッカーありがてえ。一回持って帰りてえな、これ。ここも風化か？取られてそうだ。放置税。分解していきましょうか。よし、分解終わりました。スクラップの拠点に結構余ってるから、いろいろ買っていこう。ソーラーパネル2枚買います。え？待て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 。お前撮影するためにインスタントカメラクラフトしたのに。おい、さっきまで放置してたじゃねえか。全然映ってない。走り去っていく放置勢。一旦帰宅。電気アイテム設置していきます。導線はまだ引かずに、とりあえず設置するだけ。あ、待って、あれ、上開いてる？風化で崩れてるっぽいな。一応火炎放射器持ってきたけど。バックパックっぽいのがある。タンスかな？二つあるぞ。おお、うめえ。マジで？奴隷してたっぽいね。この人たちは何も持ってない。ちょっと影があるけどね。9枚ぐらいこれで石の外壁クラフトできます。めちゃめちゃうめえわ。白石すごい欲してたんで。いらねえだろっていうね、これ。よし、帰宅。よし、ちょうど夜になってきましたね。
外壁クラフト。石の外壁できつつあるんですけど、マグナムリボルバーとタレットをクラフトしました。火炎砲台を取って、タレットはここに設置。分岐機能がいいかな、この場合。えっか、これでタレットが起動しますね。そして、まあ、この拠点雪原にあるんでヒーターを設置してます。装備を外したとしてもトゥーコールド出ないです。そして外壁も10枚クラフトできました。よし。結構暗いな。白石をくれた拠点の写真を飾っておきます。かなりいい感じにサバイバル進んでってるんですけど、まあ、洞窟拠点も強化しつつ、まあ、3回部この拠点つけたら外壁も巻いて、まあ、ロケットランチャーでの拠点抜きもそろそろやっていきたいですね。